おはようございます。自分放送局開局請負人の桜木です。ちょっとこれ気づきましたかね。実はちょっとだけ進行してるんです。こんな感じにできてます。で、これなんですけども、この展開図を作ったビデオを見てる人は気づいたと思うんですけども、この部分の展開図が作っていないんですよ。実はここから作るよりももっといい方法があるんです。と言ってもですね、10年ほど前にもうすでに作ってあるので、せっかくなのでこれを使ってこのまま進めていこうと思います。これ以外にも作り物いろいろ頼まれていて、時間が空いた時しか進行しないので、いつ完成するかは分かりませんが、楽しみにお待ちください。以上、自分放送局開局請負人桜木がお届けしました。今度こそもっと余裕を持ってやろうと思っているのに、ギリギリになる。余裕を持ってやろうと思っているのに、ギリギリになる。それを繰り返す。こういうことってあるよね。